キングロジャーズランキングベスト100を目指していくドキュメンタリーである。どうも、ただのテニスプレイヤーかよぱです。今日はテニスレッスンの、練習の様子をお届けします。最初はウォームアップがてら、ミニテニスをします。ミニテニスも、やっていくうちに、慣れてくるというか、だいぶミスせずに続けることができるようになってきました。このやつで、3分ちょっとは、ミスしずにラリーを続けることができました。ミニテニスの後は後ろに下がってラリーをします。最初のうちは特に山なりの軌道を描くように心がけてラリーをしています。それから前回前々回のレッスンで、手打ち改善の動画をアップしたんですが、それも意識して手打ちにならないように気をつけて打っています。特に意識しているのは体全体で打つ、あとは今までは結構腕の力で思いっきり打っていたんですけど、そうではなく体全体を使って腕の力をあまり入れないように打っています。あとはこのバックハンドはどうにかならないものですかね。絶対的に打つ数が少ないっていうのもあるかもしれません。フォアハンドもまだまだ改善点はあるんですが、以前に比べたら少しは良くなってきました。ラリーの後はこのような練習をしました。今回気をつけるように言われたところは左手です。左手だけ先に開いてしまって手だけで打つことになってしまっていたようなので、左手と右手を同じように連動させて体の回転を使って打つようにということでした。はじめはまずはサービスラインのところから打っていきます。そしてある程度打って慣れてきたらベースラインまで下がります。上半身の回転を利用して打てるように右手と左手を連動させて打つように気をつけています。構えた時の左手と右手のスペース間隔を回転する時もできるだけ同じにしたまま上半身をひねるように心がけています。そしたら今度はバックハンドも同じようにやっていきます。まずはサービスラインのところから練習します。バックハンドの場合は両手なので、構えたテイクバックした時に右手も一緒に後ろに来るんですが、この時に右肩もできるだけこう入れて右の背中が相手に見えるぐらい肩を入れるぐらいの意識でやっています。
慣れてきたらフォアハンドもバックハンドも両方打っていきます。そしたら今度はまたベースラインまで下がってフォアハンドもバックハンドもやっていきます。次はフォアハンド、バックハンド交互にクロスコートに打っていきます。この時にミスせずにどれぐらい続けてコートに入れていけるかをやっています。ミスしたら1からやり直しです。連続11回打つことができました。これをまたやっていきますが、今度からはサービスラインよりも手前に落ちたボールはカウントしませんのでやり直しです。短いボールはダメということですね。という感じでこの練習をしばらく続けていきます。この練習をしばらく続けていきました。バックハンドがどうしてもサービスラインぐらいまでしか飛んでいかない、もしくはかなり短くなってしまうことが多いので、なかなかこの連続回数を伸ばすことが難しかったです。はい、ということで残り最後数分は、ラリーをしています。今日レッスンでやったこと、言われたことなどを意識しながらラリーをしています。一番は、手打ちにならないことですね。打点をしっかり前で捉えてフォロースルーを大きくすること、まずそこを気をつけています。それからですね、皆さんにご報告があります。なんとこのかよぽわテニスチャンネルがですね、登録者数なんと100人を超えました。少なと思った方はたくさんいると思います。これでもだいぶ増えたので、とても嬉しいです。YouTuber の方は皆さん登録者数まずは1000人が第一鬼門らしいので、あと900人の方どうぞチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあそれはさておき、純粋にチャンネル登録とかいいねコメントをしていただけると、あ、見てくださってる方がいるんだなと思って純粋に嬉しいです。あとはコメントでリクエストとかあれば何か教えてください。ということで引き続き YouTube もテニスも頑張っていきたいと思います。ちなみにインスタもやってますんで、よかったらそちらもフォローしてください。アカウントは概要欄に載ってますのでチェックしてみてください。ということで、今日の練習はこのような感じでした。それでは次回もお楽しみに。またねー。